どうもです。お城大好き親父でございます。ついに福島鶴ヶ城、まあ、先ほどからね、鶴ヶ峰だの鶴ヶ崎だの申し訳ありませんでした。鶴ヶ城到着しました。もう実はね、市営駐車場の方に車を止めてきまして、で駐車場、ここからね、駐車場までの距離が結構あるんですよ。でせっかくこういうところも撮りたかったってことなんでね、わざわざちょっと歩いてこちら側に戻ってきましたんで、まあ、ここからね、スタートしていきたいなと思っております。それでは、ういちんじゃー！はい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 、やってまいりましたよ、鶴ヶ城跡でございますな。鶴ヶ城、別名、若松城って書いてますな。もう宇治里、いやついに来ましたよ。実に20年以上ぶりでじゃないでしょうか。もう何年前に来たっていうのがはっきりわからないぐらい古い昔に来ましたね。まあいくつかね、駐車場があるみたいなんですけども、もう全然覚えてませんな、正直なところは。今の段階では。しかしね、この後、ちょっとあることに気づくことになります。ちょっとね、どこでまた熱暴走出るかわからないんで、探り探りになりますね。シルクロード文明館なんていうね、モダンな、レンガ調の建物なんかもあります。カフェなんか書いてますね。はい、これ映ってるのかな、逆光で分かんないな。桜馬場、まあ、維新戦争時ってことですね。このぐらいのところは私分かんないんじゃないですよね。戦国時代らへんまでしかちょっと分からないんで。これ山本八重ちゃん、新島八重ちゃんっていうのかな。この子なんかあれだよね、ドラマやったやつだよね、 NHK かなんかで。違ったっけ、なんだっけ、なんか八重ちゃんって知ってるな。なんかいろいろ、これですわ。今回私が狙ってる一つ、喜多方ラーメン、そしてこのソースカツ丼、会津ソースカツ丼、この2品は食べたいと思ってて、まあ、他に白川ラーメンとかも食べたいんですけど、ちょっとね、いろいろやっぱりなかなかね、予定通り行くのが難しくて行けてないんですけど、このね、ざるそば、わっぱ飯、ソースカツ丼、わっぱ飯やね、あのざるそばも会津そばっていうのがご当地そばらしいんで、ここら辺もちょっと有名ではあるらしいです、うん、正直。このお菓子の三万石なんかっていうのも名前が聞いたことありますね。で会津バームクーヘンなんかあったりとか、やっぱりお水が美味しいのかな。お酒なんかも有名ですね。はい、ここでもいろいろなんかお土産関連が置いてあるのかな。もう熱暴走が出てますな。まあ、ジェラートなんかも美味しそうですね。今写真でも出てたんですけど、喜多方ラーメンソースカツ丼です。ちょっとね、熱暴走切れる可能性があるのでね、南部作家になるかもしれませんが、よろしくお願いします。